じゃあこんにちは。さあ第3弾、はい、セ・リーグ、はい、キャンプの見どころ、ね、5位6位、はい、ね、うん、キャンプの見どころだんだんやることが多くなってきましたね。いやもうね山積みなんだよ。で広島、はい、ね、投手陣、はい、規定投球回数に達したのが森下と栗、はい、栗はよく頑張ったよね。まあ森下も新人ながら頑張ったと、はい、で遠藤もそこそこの期待感を持たし今年に持たす投球も見せてくれたと、はい、ね、だけどまあ、昨年は大瀬良の怪我、まあ、今年大瀬良の怪我が癒えてるのかどうかっていうこともある、はい、昨年全然ダメだったとこだ、はい、左ピッチャーやっぱり左ピッチャー必要だからね、うん、先発にね。それと野村年々減少してるんだよ登板回数も、まあ昨シーズンも途中でいなくなってしまった。そう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 、はい、で途中から入って途中もまたいなくなったでしょ、はい、だからこういうことじゃやっぱ困るんだよ、うん、投手陣は。それと若手の、あの伸び悩み島内、はい、すっばらしいボール持ってるんだよ、うん、155とか投げるからね、はい、これが防御率がなぜか 4.54 どうとっちらかったんだっちゅう話だよ。いやいやそれもうど真ん中で投げとったって、うん、155キロ出たらそんなには打たれない、うん、だから自滅型なんだよ。で菊池、はい、4.50、うん、途中までよくて抑えがいない、うん、菊池が調子がいい、はい、抑えやった瞬間にダメとかさ炎上するとか、はい、で堀江、はい、4.17、うん、防御率軒並み若手が4点台なんだよ防御率が。これどうしたらいいんですか。やっぱね一つはね相澤の故障っていうのもあったよ、はい、まああったけどやっぱねスタミナがない、うん、1年間通して働けるスタミナがない、うん、それとやっぱね力任せ、うん、そういったピッチングを目立つ、はい、そういう意味ではこの若手の底上げ投手陣として魅力のある人間っていうのはたくさんいるんだよ広島、はい、球も力あるしボールは角度があるしみたいな、うん、ただ教え方が一緒なのかどうか知らないけどみんな同じような投げ方をする。これはあれですか、ま、笹岡監督投手出身ですけれども、うん、どういうふうにこう教えていくというかコーチ陣と一緒にしてもいいんですか。いやだからもうその手取り足取りだよね、うん、根気よく、はい、教えていかなきゃいけない根気よく広岡さんじゃないでそうですね、うん、だけど素質は抜群な人間がたくさんいるんだよ広島には。もったいないですね。もったいないんだよ、うん、でも額面通り働いていけば、はい、投手陣はそこそこの安定は見せると思うよ、はい、まあ、昨年あの大瀬良がもういなくなったりとかさ、うん、まあ、アクシデント続きだったからピッチャーがね、はい、だからそういう意味では今年若手の底上げ、はい、まあ、ここら辺ができると、うん、まあ、安定をしてくるかなっていう、うん、で野手陣、はい、まあ、規定打席に達してるのは鈴木、堂林、松山、菊池、田中って、うん、ここら辺はねなんかレギュラーは決まってんだよね大体ですね。だからよく似てるんだよ中日と、はい、センター西川、はい、野間とか坂倉、うん、長野とかも野手ではいるんだよ、はい、だから名前聞いただけでもすごく、うん、あの期待感があるでしょ、はい、でも昨年は西川が怪我でねいなくなったりとか、はい、でもそのおかげで若手に大森、曽根、はい、小園、はい、まあ、小園は出てきてないけどさ去年豊さんの一押しの小園でも大森とか曽根とか出てきてるから、はい、だからそこら辺は野手は面白い、はい、でキャッチャーでは、はい、まあ、昨年相澤が故障がちでね、はい、働けなかったんだよね。だからそういった意味では相澤に期待と、でそれを追って坂倉、はい、で坂倉はもうキャッチャーしかやらないっていうふうに宣言したからさ、はい、他では使えないわけよ、うん、でもバッティングは相澤もいいけど坂倉もいいんだよね、はい、だからここら辺の競争、これ2補修体制で行く形にするんですか、うん、どうするんですかねそうなった場合。まあ相澤の信頼度の方が高いし、はい、相澤のリードの方がいいからね、うん、だからそういう意味では、まあ、相澤主戦、はい、相澤が疲れた時に坂倉っていう可能性もあるし、うん、でもこのキャンプで大逆転するかもわからないよね。そうですよね。だからそういう意味ではこの争い、はい、だからもう相乗効果とすればすごくいいよね、うん、ただ野手は小園頑張らないと。豊さんね一押しの何やってんだろうね結婚したねしました、はい、しました、おめでとう、はい、なんで2回押していやいいんだよ、だからこそ頑張らなきゃ、いや頑張らなきゃいけないんだよ、はい、でもやってる場合かっていう話もあるんだけど、はい、まあまあ小園も頑張らなきゃ、
そうですよね、レギュラーつかまないと、うん、でね、バランス的にはね、やっぱ防御率が昨年はね、とっちらかったせいか、あのチーム防御率が 4.06、はい、で野手はよくやっぱ頑張ったよね、うん、あの2割6分2厘、はい、まあ、2位なんだよね、ベイスターズに続き。ただやっぱね、失策が多い、はい、73。あ、そんなにあるんですか。うん、菊池が入ってきて、田中がショートに落ち着いて、うん、まあ、3年連続優勝したじゃない、うん、やっぱこの時ってね、よく守れてたよ、うん、だけど守りがね、多少崩壊してる。で広島が強い時でもなぜ優勝できなかったっていう言うとさ、ミスが多かったんだよ、うん、それがまた戻ってきてるって、うん、菊池がさ、せっかくショートでさ10割という大記録を作ったんだけど、セカンドで、はい、でね、堂林がね多すぎる。おお、だからここら辺のやっぱもう一度守備に立ち返ってやってほしいということと、はい、やっぱこう見て、うん、すごく野手もそうだけど、バランスよく聞こえたでしょ、はい、でなんで5位なんだっていうと、うん、やっぱね、戦略戦術の部分なんだよ、はい、だから細かいことをやるのか、うん、広島らしい足を使うのかとか、うん、これはね、キャンプではね、ミーティング付けにした方がいい。その徹底させないとダメだってことですね。徹底させないと、どこを向いて野球をやっていいのかっていうのが、はい、選手が迷い出してる、あそこを目指すんだっていうような野球を打ち出さないと、いい選手がいるだけにもったいない。いや、本当そうですね、うん、まあ、ピッチャーでは若手の底上げ、野手はほっといても、ね、自分たちでやる、はい、あとはやっぱそこの自分たちでやってるものをどこに向かわせるかっていうミーティングが、俺はキャンプでは一番大切なことだ。広島は、うん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 、ミーティングってね、バカにならないんだよ。あれ毎日やってるんですか。いや、やってる球団もあるし、やらない球団もある。あ、でも意思を統一していかないとダメだ、はい、ね、うん、だからそういうことでは、あの他のチームとちょっと違って、はい、やっぱりミーティングをして、どういう野球をやり、うん、どこに向かわせるかっていうことを徹底させること、はい、そしたら力がね、うん、あの力をもともと持ってるチームだけに、はい、発揮するようになってくる、はい、はい、でヤクルト、はい、ここもそうなんだけど、規定投球回数に達した人間がいないって。ヤクルトはやっぱりピッチャーが弱いよね、はい、で小川が119回が最も多い、はい、あと 1イニングだったんだけど、はい、投げとけよっていう話やんねで、まあそういうものがやっぱり弱い投手陣の中継ぎの芝寄せになってるんだよ、はい、うん、やっぱり毎日投げなきゃいけないからさ、だから先発ピッチャー 2試合連続して1イニングで変えた時あったでしょ、はい、もうそういうことになってくるとさ、もう中継ぎ崩壊しちゃうよね。そうですね、だから先発ピッチャーの確率がやっぱもう急務、はい、まあ、中継ぎはね、まあ、なんとかごまかしが効くんだよ、うん、でも先発はごまかし効かないからさ、はい、その確率としたら石川、小川、高梨、原、西内、はい、まあ、奥川、はい、まあ、高橋左のもいるよね、はいはい、名前はあるんだけどさ、ね、例えば小川が10勝8敗、はい、2つの貯金しかできないんだよ、うん、ね、で一番ホームランを打たれてるピッチャーでしょ、はい、だからここら辺のね、やっぱ確率っていうのをどん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 下げていかないとさ、はい、いけないということで、まあ高梨もなんかコンビネーションとか、うん、そういうピッチャーなんだけど、なんとなくもう俺はいいと思うんだけど、バッターとしては嫌な部類のピッチャーなんだよ、はい、だけどまとまらないという、うん、だ原はなんかこう玉砕されるというで、西内はやっぱ厳しい、なんていうの、環境に置かれてヤクルトに入ってきてるから、はい、だからすごく丁寧なんだけどさ、はい、もう一皮向けてほしいよね、うん、で高橋もいいけど腕ぶん回してるだけで、うん、まあでも結婚したからなそうですね、うん、誰だっけ、あの板野智美さんですね。そうだね。そうですよ。もう頑張れよっていう話だよね。そうですよね、うん、でやっぱ若手では奥川だな。奥川投手ね、見たいですね。いや見たいよ、うん、活躍してる姿を、うん、だからやっぱ起爆剤としては奥川かな、はい、が頑張ってくれると、うん、なんか投手陣にいい影響をね、与えていけそうな感じがする。どう整備すればいいんですか。でも、まあ、高津監督投手出身ですけれども、どうしたらいいんですかね。まあ、キャッチャーもそうだよね、はい、だから中村を使うのか島を使うのかとかさ、あと若手もいるけど、はい、やっぱキャッチャーも決めかねてるよね今。キャッ
ヤクルト厳しいですね。うん、だからそういう意味ではチームのバランスは非常に悪い。ただ野手はね頑張ってるんだよ、はい、規定打席に達してるのが青木、村上、エスコバ、山田、哲人、坂口、はい、まあエスコバいなくなっちゃったけどね、はい、まあ青木もいつまでもできるわけじゃないからさ、うん、でレギュラーとの差が大きすぎる。レギュラーとレギュラーじゃない選手が一時期ね、はい、控えの選手が軒並み1割台だったんだよ、はい、俺たち代打にも使えないよみたいな感じだった、はい、ありましたよね、うん、だからまあその中でもね西浦が10本、はい、広岡が8本、塩見が8本、うん、長打力の持ってる若手のバッターがたくさんいるんだよ、はい、だからそこをもうちょっと確率を上げるようなそんな感じのやっぱこう教えをしてほしいね。それはそのバッティングに関して、うん、そのあとレギュラー取りに関してもそうということですね。やっぱねレギュラーはね、はい、最低でもね2割7分から8分打たなきゃダメ。最低で1割台はちょっと1割台、ね、まあ西浦なんか広岡もそうだし塩見も、はい、あの塩見なんか2割7分ぐらい打ってるのかな。でもちょっとその2割ちょっとこっとっていうところですよね、うん、だからレギュラーに今年からなっていく選手たちなんだよね、はい、だからやっぱ確実に取ってほしいんだよ、はい、じゃないとやっぱこうレギュラーとの差が埋まってこないからさ、うん、で復活してほしいのは川端と荒木。そうですね、川端がね首位打者取った時のバッティングとも全然キレがなくて1割台でしょ、うん、で荒木も代打の切り札だっつってね言いながら1割だでしょ。だからここら辺もね、まあ、最低でも2割5分ぐらいには上げてくれないとさ、はい、やっぱ相手にとって代打川端が控えてるって言われないよ。そうですよね、変えられないしベンチも、はい、でもそこで大きいのは内川の加入、うん、はい、これはやっぱりね勝つことを知ってる男だしバッティングに関しては右バッターにで言えばさもう天才的、はい、もう本当にシンプルで、うん、だから西浦、広岡、塩見これ全部右バッターなの、はい、だからここにいい効果をもたらしてくれるんじゃないかなっていうふうに思ってるんだよね。そうですよね。しかもその野手陣でその優勝とか強いチームって知ってるっていうのは青木選手と内川選手2人になったってことも、だからそれが右左でしょ、はい、だからそういう意味ではすごく大きいんだよ、うん、やっぱ勉強になるから、はい、見てて勉強、だからそういう意味でキャッチャーを育て、まあ、山田哲人はいるけどショートは誰なんだ、ね、センターは誰なんだっていうことになってくる。やっぱりバランスが悪いんだよね。バランスがもうめちゃくちゃなんだよ。防御率が 4.61 ちょっと 4.61 だよ。5点取らなきゃ勝てないんだよ。打たれすぎですね、うん、で打率も2割4分2厘最下位、はい、両方とも最下位で優勝したチームはいないですよね。絶対ない、はい、だからそういう意味でやっぱもう一度若手の底上げ、うん、それと青木と内川の力を借りる、はい、ね、そういうことをやっぱキャンプではやってほしいな。もうヤクルトファンはやっぱり強いヤクルトにまたなってくれることをここ数年ずっと願ってるので。野手はね、はい、いる、いますね。面白いのが、うんうんうん、やっぱピッチャーだよ。そうですね、あピッチャー頼むよ。そうですね、いや本当に頑張ってほしいですね、このキャンプで、うん、はい、はい。